天草松島と呼ばれる4つの橋が連続する天草2号橋から5号橋付近の空中写真。1974年撮影の6枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。上天草市は熊本県の天草諸島東部に位置する人口約2万6000人の市。 市役所のある大谷野地区の空中写真。2016年4月20日撮影の8枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。なお、豊島は日本本土と橋でつながっている島の中では、天草市に属する下須島、通詞島と愛媛県今治市に属する岡村島と、 並んで一番橋を渡る回数が多い。また、連絡する島の数で言うと、日本で一番多い。全域合併前の旧町名の後に、従来の大技を続けている。昭和の大合併前は、大技はなく、旧村名を大技とした。昭和の大合併前は、大技はなく、9村名を大技とした。 2004年3月31日天草郡、大谷野町、松島町、姫戸町、龍ヶ岳町が合併して誕生。4町の地域名より、公募の結果は天草市を招き市がトップであった。最終候補には、旧大谷野町、松島町、龍ヶ岳町が推薦する上山草市と姫戸町が推薦する東山草市が残り、姫戸町が折れる形で、 上山草市に決定した。注目された天草市という名称については、天草下島と天草上島西部を中心とする天草合併協議会がすでに使用を決定しており、当市では使用を見送った。ところが、同協議会は上山草市が誕生した2004年3月31日に一旦解散した上で、同年7月20日に再度設置。 2006年3月27日に天草市誕生という運びになった。そのため、結果として、上天草市の方が天草市よりも約2年早く誕生した。増書数9万5千冊有料道路、一般国道路線バス参考バスの路線が市内各地や熊本市、宇宙市、天草市と結んでいる。大谷の地区では2008年10月に路線再編を行い、 サンパールをターミナルとして、地区内各方面や松島、三角への路線を運行する形とし、一部はコミュニティバスであるサンマリンバスに移行した。観光循環バス天草城メモリアルホールは、個人は個人、ありがとうございます。